朝のルーチン心理学。今日はね、曇りかな。日が差し込んでないね。まあ逆にね、日が差し込んでないとね、庭がねはっきりと見える。まあテカテカしないんでね、庭のね、まあ状況が、全体的にね映ることができると。で、今朝もね、まあ朝から剪定をしてね、まあどんどんね、とにかく切っていかないと。虫が出始めたらね、虫にやられちゃうんだよ。あ、なんかすごいつぼみがいっぱい出てるね。なんか花がいっぱい咲きそう。もう5月だから、これはサツキになるのかな。どうもツツジとサツキの見分け方というか区分け方っていうのがね、5月に咲くからサツキで、4月に咲いたらツツジみたいな、咲いたらというか咲くからみたいな感じ。でも今5月ね、どうなんでしょうね。脚立を出してね、まあこれはもう脚立を出さなきゃね、枯れないんでね。まあ今、これがね、もう一度のキット教えてもらったんだけど、まあ、ここをね、こっちがまだビフォー、これね、買ってないビフォー、ビフォーの状態で、こっちがアフターね。でこっち棒菓子、カシの木、棒菓子だから本当は棒みたいになっている菓子だから棒菓子って言うんだけど、もう完全に棒菓子じゃなくなってるよね、こっちにね。まあ要するにこういうふうにね、これが棒よね、棒菓子の棒。棒があって、棒菓子の棒状態に、菓子を剪定して、置くと棒菓子って言われてるようなね、まあ庭木になるんだけども。その棒菓子からこっちへね、枝を張り出して、こっち、いるというんで、まあこれをね、が、まあここ裏にね、入っていけるように、まあ、こういう感じでね、枝を張り出して、木陰を作ると。木陰を作って、なおかつ泥棒がね、入りづらいように。見通しが効かないようにしてると。で、人が通るには別に問題がないというような枝の形にしてるっていうのが、まあ僕のオリジナルというか、とにかく木陰を作るっていうことがね、今これからどんどん暑くなるんでね、木陰を作れば、扇風機だけでも、まあ、扇風機も基本的に使ってないんだけどね、まあ、要するにエアコン、冷房、扇風機ね、うちわだけで過ごすには、とにかく木陰を作ると、影を作ると。そうすれば、入り込むね、流れてくる風が気持ちいい、心地いいと。いうので、まあ、上はいらないから、上は切っちゃって。で、なおかつね、こういう脚立に乗ってね、作業するなんて、あと何年できるかわかんないんでね。基本的には、どんどん下げていって、上をね下げていって、脚立に乗らなくても剪定できるような高さまでね、本当は下げたいんだけどね、ゆくゆくだんだんとね。でまあこれが五葉松、これも今、まあ、まだ剪定してないんでこうなってるけど、アフターになったら多分これくらいまで下げると思うね。要するに上を下げてね、そうするとそれに合わせて本当はこれくらいまでね、全部下げたいんだけどね、高さをね、これくらいまで下げたいんだけども、ちょっとまだそこまで行ってないと。今この状態でね、この状態で合わせて買って、でまあここはもっと下がって、でこっちもね、もう このラインぐらいまでね、本当は下げたいんだよね。こっちもまだやってないんでね、アフターじゃない、ビフォーなんでね、この辺りまで下げて、高さを下げると、全体的にね。そうすれば、あとは、まあ、下からちょこちょこ切る分にはね、簡単なんで。
まあね、これが剪定した枝葉、まあこれもね、捨てることなくこうやって敷き詰めて、これもね、何日か、1週間、2週間、10日、すればペターってね、しおれてペターってね、なってくるんでね。で、まあ枯れてきたら、ストーブで燃やしちゃうと、それに薪にすると。今まだね、虫が出てないみたいなんだけども、これからこのモチの木なんかもそうだけど、電気虫ってな、本名なんだったっけな、本名イライラ虫じゃなくて本名なんだったっけ、よく電気虫とかって言われるね、あれがつくのよね。このカシの木もそうだけども、このモチの木も、ピリッてする、触ったらピリッてする毛虫ね、あれがつくんでね、それが出る前に、まあ、切っちゃうと、剪定しちゃうと。まあ、それがね、一番いいのかと思うんだけどね。まあ、ケースはもうね、朝ごはんは抜き。なんで、よもぎもね、レモンバームも取らない。あやめがね、いい感じ。このあやめもね、昨日、来た人が、なんか変わったあやめですね、とかって言ったんだけど、これジャーマンアイリスの仲間なんじゃないんですか、とか言って、まあ、ちょっと説明したんだけどね、ジャーマンアイリスってなんだかよくピンと来てなかったみたいだけど、まあ、ドイツのね、あやめ。といったところで、今朝も庭が気持ちいい。なんかいろいろと鳥がね、まあ繁殖期だからね、みんな盛りが立ってね、大変だね。今朝も庭は気持ちいい。